こちらレクサスの世界。男前すぎて整備も営業もできる男、レクサス武蔵小杉松本雄一さんです。よろしくお願いします。お願いします。本当男前ですね。ありがとうございます整備も営業もってどういうことですか？私もともと整備士で会社に入社しまして、今は営業のマネージャーをしております。やっぱね、男前だから売れちゃいますよね。レクサスマダムキラーですよねいやそんな車がかっこいいですからね。私はね、あのおまけみたいなものですから。ああ、そのなんか控えめな感じもやっぱマダムの心に響きそうな実はですね、ブッコロ今年運転免許を取ろうと思ってまして、ミミズクでも取れるようになったらしいんですよ。なるほど妻もちょっとそろそろ車を買ってよと言ってまして、おすすめであったりとか、ぐいぐい来てください。このお車は何という名前なんですか？ LC コンバーチブルと言います。これはもうまさにですね、見た目のかっこよさ一押しですよね。いやー、これはもうデートに乗ってっちゃったらもう最高だと思います。これ助手席乗るための車だわ。運転席でもないと思う。助手席が特等席。 LC ってラグジュアリークーペっていう。ラグジュアリークーペはいいな。ラグジュアリークーペは惹かれるわ。もし買ったら LC コンバーチブル乗ってるって言わないぞ。ラグジュアリークーペのコンバーチブル乗ってるよって言いますね。もったいない、 LC なんか略しちゃうのラグジュアリークーペの方がいいよ絶対。これ乗って告白して失敗することないでしょ。助手席乗りました、はい、ラグジュアリークーペのコンバーチブルで来たの、ブッコローちゃん。そうなんだよね、まあ乗りなよって言えばレディが乗り、ブーンと言って、今日一日どうだった、楽しかっただよね、うわー夕焼け綺麗みたいになってだよね、ずっと前からさちょっと気になっててさ、よかったら俺と付き合わない。なぜか知んないけどオラオラ系の口調になっちゃったこれ不思議で、ずっと前から君のことが好きでした、僕と付き合ってくださいってオープンカー乗りながら敬語で告白した人間誰もいないっすマジなんでか知んないけど、俺一回も人生でないよ俺と付き合ってくんないって言ったことなのに、なんかオープンカーに乗って助手席に好きな女の子がいて、さあ告白しましょうって時に、今日楽しかったね、うん楽しかった、それでさずっと前から好きだったんだけど俺と付き合ってくんないって言っちゃうそんななんか偉そうな告白したこと一回もないの絶対しちゃうラグジュアリークーペって不思議でもすっげえ確率としては低いけど、鳥の糞落とされることあるだろうね。あると思いますよ。すごい確率でしょうけど、今あの鳥が狙ってんのかな。あ、レクサスの上にしちゃおうかなって言ってるよ危ないですね。さっきから歩行者の視線が痛いんですよ、ね、そういう車なんです。みんなが憧れるような。憧れて見てるんですか？そうですなんで助手席にミミズクが乗ってるんだって見てると思うんですけど。いや車を見てますね。え、明らかに車を見てます。マジですか？車を見てます。僕からすると、あのスーツのイケメン男性、巨大なミミズクのぬいぐるみ助手席に乗せて何やってんだろうっていう視線に感じるんですけど。いや、気のせいだと思いますね。この赤いこの真っ赤なオープンカーに乗っている車を見ていると。って感じだね。面白いな。人ってえってなった時、えも言えぬ顔するね。モニョモニョっていう顔するね。すげえ。今のすげえは車がすげえですよ。あ、本当？鳥乗せてすげえではないと思いますけどね。あんなレインボーカラーのミミズク、世の中にいるの？のすげえじゃない。ブッコロだって言われたらなんて言えばいい？そうだよんって言えばいい。そうだよ、ありがとう、ありがとう。声は普通っていいじゃないですかねやっぱ地声が聞こえたらショックを受けるかもしれない。こんななんかおじさんの声なんだってなるぐらいだったらありがとう練習しとかなきゃ。ブッコロだ、ありがとう警察やばい。はい、そこのミミズク乗せてるレクサスのオープンカー止まってください。左止めて。はいぞ。やばいっすよ。やばい、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 やばい。見てないっす。お尻て腰痛いっす。痛いですよね。後ろは多分大変なんですよ。こんだけ後部座席空いてて腰痛いってことは、上閉めたらもっとよ。後ろ屋根閉めると頭当たりますから。当たりますよね。当たります、当たります。これ絶対後ろ乗らない方がいいな後ろなんか何の良さもないよ後ろは荷物を置くための空間なんですね。荷物を置くための空間にうちのプロデューサー乗せてるんですか？はい、勘弁してくださいよ
うちもうすぐ2人目子供生まれるんですけど、ちょっと4人家族には不向きかな。いけます？いけます。運転席私、助手席妻、後ろにチャイルドシート2つけどまあでもセカンドカーとしてありかな。気に入った。松本君気に入ったよ。ありがとうございますちなみに価格はこれで1700万円ぐらいになりますかね。ええ1700万円。ちょっときついな1700万。お金じゃないんです。夢を買うか買わないかです。え、買える夢なんてあるんだ。いやー、よかったです。ありがとうございます。車検討させていただいてるので、はい、1700万ラグジュアリークーペコンバーチブル、はい、買いません。独身だったら買ってました。やっぱね、モテたい人が乗る車。着込んでもうすぐ子供2人目生まれるんですよ。子供喜びますよ。買いませんあれなんなら独身に戻りたくなっちゃった市場を終えて店舗に戻ってきましたけど、僕は違和感持ってますよ。油林道しか知らない世界、レクサスの世界。はぁですよね。売ってんの油林道って。レクサスペイペイモール店で売ってるなんでレクサスなのか聞かされてないんですよ。レクサスの店舗にはここがそうなんですけど、オーナーズラウンジっていう購入をしていただいた方のみ入れるラウンジっていうのが全店に併設をされてるんです。このラウンジ店舗に特徴を持たせるために、今回油林道様とコラボレーションというので後ろに本棚があるんですが、はー、ここを手を入れていただいたと。このラウンジは油林道がプロデュースしたみたいなことになるんですか。この本棚をですね。本棚のみですか。です弱いっすね店舗面積の300分の1ぐらいじゃないですか一番最初にラウンジに入るとメガネつきますからね。非常にご好評いただいております。本当ですか。いや本当に。本だけに。本だけに本当にだから今回コラボ企画みたいな。そうですね。僕たちは神奈川県の企業になるんですけれども、はい、同じ神奈川県の企業の油林道様といったところと、川崎市中原区が読書の街。聞いたことないですねえ、中原区読書の街。読書の街なんですか。うっそ、はい、タワマンの街だと思ってましたそんなご縁から一緒に何かやらないかっていうお話が雲の上の方であったみたいですね、ここはオーナーの方しか入れないですか。はい、これから買う人は入れないですか。買ってからです。なので本当は入っちゃダメです入る権利がないです。実際に車見に来ました。日焼かしじゃなくて、はい、いいな、どれにしようかな。プラプラするじゃないですか、はい、ここなんですかってなるじゃないですか。なります。ちょっとだけ中見ていいですか。ダメですそんなに、はい、聖域ですから。こっから買うんですよ。絶対買うの。いえ、買ってからにしてくださいそんなダッシュで入ったらどんな感じじゃないですか。ちょ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 ここに夢を持っていただきたいんです。あそこに入ってみたいなっていうところからご購入決断していた方もいらっしゃるので、しびれるな。そんな大切なラウンジの一部分を油林道に任せて大丈夫でした。いや大丈夫です。もっとね、おしゃれな書店いっぱいありますよ。ツタヤとか。いやいやいややっぱレクサスイコールトヨタ、トヨタの YouTube チャンネルといえばトヨタイムズ。そうですね。正直油林道しか知らない世界と、はい、トヨタイムズどっちが面白かったですか。あの